はい、こんにちは。今日はですね、いつものようにこう植えたりとかね、そういった部分とは違って、剪定、皆さんね、剪定やってるかと思いますけども、剪定の方法をちょっとお教えしておこうかなと思います。それではご覧ください。どうぞ。それではですね、今日はね、これリスボンなんですよ。ちょっとこう小ぶりですけどもね、リスボン、これね、地植えしてるのとまた別に鉢植えに取ってあるんですが、地植えしてる時もそうなんですけれども、だいたい剪定の時期っていうのが、一番ベストなのは3月から4月頃。このね、レモンも、まあ早ければ今月終わり、まあ来月ぐらいには収穫できますけど、真っ黄色になってね、取れますけれども、遅い場合にはね、1月ぐらいに、収穫になったりもします。で、このレモンはね、どちらかというと、もう皆さんこう青い時に取ってしまって、置いとけば黄色くなるだろうと思います、思ってる人ね、いらっしゃるかもしれないんですけども、レモンはね、青い時に取って置いといても黄色くはならないんですよ。黄色くなるまで木につけておいて、で黄色くなってね、いい色になった時にこう落とすっていう、そういう形でね、収穫をしていただくといいと思うんですけども、これなんかちょっと分かると思いますが、こう黄色とまだ緑状態で、日の当たってるところは黄色いんですけどもね、当たってないところが緑色ですね。こんな感じで、まあ自分の場合には、庭にね、こう生けてたレモンなんかっていうのは、だいたいこの収穫終わって少ししてから剪定をするようにしてましたけれども、剪定をしてはダメだっていう時期やっぱりあるんですけど、真冬のものすごく寒い時には剪定はこれはしないようにしてください。まあこういうね、鉢物で部屋の中に置いておけるもんでしたらば、まあ、伸びてしまえばいいんですけれども、冬ですとね、木にダメージを与えてしまうので、できれば春3月4月ぐらいがいいのかなと思います。で、3月4月を今度超えてしまうと、花が咲き始める頃に剪定してしまうとね、せっかくつぼみを持ったものまで落としてしまいますので、その辺のタイミングってものもありますから、まあ実を収穫した後にね、時期を見計らって剪定してしまうといいと思うんですよ。で、こういったような、まあこれをね、収穫が終わったと、仮定しますけれども、まあこういうところ、こうダメなところはね、こう茶色くなっちゃって、ダメになっちゃってる枝っていうのは落としてしまいますが、だいたいこの実を取る形として考えられるのが、まあこの辺から3本ぐらいね、こう枝をバーッと出して、あまり高くしないでこう広がる形で、形を作っていくといいと思いますよ。で、これ茶色くなってね、ダメになっちゃった部分っていうのは、こうやって切ってもらっちゃって構いませんけれども、こんな感じですね。で、皆さんこうやって剪定の時期とかタイミングとかってなかなかわからないと思いますけども、まあ、自分が今までね、やってて、まあ、収穫した後にね、剪定しておいて、次の春ね、花芽を持って結構収穫できたっていう、2メーターぐらいのね、レモンの木であれば、30個から40個ぐらいはなりましたね。今もね、結構なりますけれども、2メーターぐらいで3、40個のレモンがなりました。で、こういった形で、まあ、取るだけ取ったら、まあまあ、これが仮に実を取った後でしたらば、もう自分はこの辺でパチンパチンと落としちゃいますけれども、
なぜ落とすのか、柑橘系はある程度落としておくことによって新しい芽がパーッと吹いてきたところに花を持って実をつけるんですよ。だからうまく剪定をしておいて、新しく出た芽に対して花を咲かせて、そこで実を取るっていう、ちょっと雰囲気で覚えておいてもらうといいと思うんですけども、古い木のところには花咲いて実はならないですから、ほぼ新しく伸びた枝のところに、花が咲いて実がなるっていうことをちょっと覚えておいて、剪定方法を、考えてやってみるといいと思います。まあこれはね、今日はこんな形で、まあ今ね思い切って切るわけにいかないので、大体まあこういうふうに広げてやるといいよっていう分ですね、こう高く伸ばすより。それでね、この実が収穫終わって、頃合いを見て、剪定をしてあげる。でバチ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 ある程度思い切って切っちゃっても大丈夫です。春先になればバーッと出てきますから、また芽がね。その辺ね、上手に剪定してもらうといいと思います。それとね、もう一つあるんですよ。こちらなんですけども、今日もね、こちらにあるのが、これもね、違った木なんですけれども、この鉢植えに取ってあるレモネードですね。レモネード、レモンレモネードって、まあ、ちょっと甘みがあるんですけれども、こういうね、これ今回ね、あまりちょっと実がなってないんですけれども、結構春先、アゲハチョウの幼虫がついてませんね。春先にね、キャタピーって言ってますけどねあれがくっついちゃって、結構もぐもぐ食べられちゃうんですよ。だからかわいそうですけども、ね、アゲハチョウの幼虫ついた場合には、まあ不要なね、葉っぱをチョキンと落として、不要な葉っぱのところにまあつけといてあげて、枝からは落として置いとく。木についたまんま放置しとくとね、これぐらいの木ですとね、完全に葉っぱなくなっちゃって、花をつけるまでいかなくなってしまいますから、だからなるべくそのキャタピー見つけた時には取り除いてあげてください。でこれも、これほぼほぼ食べられちゃってますけどもね、これはちょっとトゲがあるので、剪定して置いとくには自分でも気をつけなくちゃならないですけども、剪定して置いといた木っていうのは枯れてくるとね、結構このトゲが硬くなりますからね、その辺ね十分注意して、処分する時も気をつけてね、処分するようにしてくださいね。まあこうやってちょっと形作り、これはねちょっと上に伸びちゃってるの、これ仕方ないんですけれども、脇枝がちょっとまだなかなか出ないので、本当はねこの辺からこう脇枝が出てくれればいいんですけども、まあ今回ねこの辺から出てきてますからね、これをうまく伸ばしてあげて、でちょっと枝を広げようかなと思ってます。この上の方はね、実際ねもう剪定の時期3月4月になったらバチバチとこう切ってしまいますけれど、こんな形でね、どんどんこう思い切って落としてしまいます。自分の場合には。こんな感じですね。で、これはね、レモンレモネードって言いますけども、この他にね、ピンクレモネードっていうのがあるんですよ。このピンクレモネードっていうのはね、すごくなんていうかな、不思議というか、非常に見応えのある、レモネードなんですけれども、この実自体レモンの形をしていて、でレモンの形なんだけども、スイカのような模様が入る、要は緑と白っぽい模様が縦縞が入る。でね、葉っぱはモンステラの紋付きみたいな、こう白と緑色の半紋状態になる、
ピンクレモネードっていう、品種ありますけども、それ非常にあの観葉植物として、珍しいと思いますので、自分もね今回ねそのあのピンクレモネードっていうものをちょっと取り寄せてみようかなと思って、おりますけれども、まあこんな形で、上手にね剪定をしていただいて、あのたくさんね実を取るようにしてほしいんですけども、まあ真冬、先ほど言いましたけど真冬の剪定はやってはダメですよってことと、あの春先に、剪定をする、まあ実を取った後に剪定する場合にはね、花芽が出る前に剪定をしてあげないと、花芽を落としてしまえばね花咲きませんから、そうすれば実も取れないっていうことになりますのでね、だいたいねあの実を取った後にちょっと切ってあげちゃうと、一番わかりやすいのかな。そんな形でね、上手に剪定してね、たくさんの実をつけるようにしたらいいと思います。こんな形で、また何かありましたらね、ご質問、コメントで、ね、送っていただければね、分かることっていうのは皆さんにお伝えしていこうかなと思ってます。それではまたお会いしましょう。さよなら。